どうも、なおちんです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は新スキルの検証をやっていきたいと思います。今日検証するスキルはこれです。テンションアップ。能力としましては、本気バースト中ヒット数に応じて本気バーストの効果時間延長、効果時間はスキルレベルが高いほど長くなるです。どれぐらい長くなるんでしょうか。そしてもう一つですね、コメントいただいたんですけども、踏ん張りとテンションアップ、これは重複するんでしょうかということです。それもね、調べてみようと思います。それでは効果時間は実際に何秒なのか測っていこうと思います。ちなみに本気バースト、何もしてない状態の効果時間ですけども、1分です。1分ジャストが効果時間ですね。それにまず最初はこれ踏ん張りですね。踏ん張りを入れて、どれぐらい時間が延長されるのかを測っていこうと思います。踏ん張り入りの本気バーストですね。ではやってみましょう。いきます。いくぞ。さあ、どれぐらいなのか。この踏ん張りは、まだレベル3なんですよね。おそらく魂の海図の2か3で、レベル5になるのではないでしょうか。確かこれね、前に測ったことがあって、何秒だったかな、多分20秒ぐらい、増加するんじゃなかったかな。まだちょっとはっきりしたことは覚えてないんですけども、今編集でタイムを、測ってると思います。どれぐらいなんだろうね。そろそろ1分ぐらいか。でもこの本気バーストのね、時間が長くなるっていうのは単純に強くなるのですごくいいですよね。うん。踏ん張りだとどれぐらいなのか。そろそろ1分ぐらい経ったんじゃない？そろそろ1分ぐらい経ったと思うんですけども、まだ効果時間はありますね。意外と長いよね、やっぱね。意外と長くなる。そろそろおしまいです。おしまーい。時間これぐらいです。これが、踏ん張りを入れた状態の本気バーストですね。はい。では次は、踏ん張りとテンションアップ、あ、違う、テンションアップだな。うん、テンションアップを入れた状態で測ってみましょう。それではテンションアップを入れて検証してみましょう。スキルテンションアップ入ってますね。ちなみにテンションアップを入れて、本気バーストをする、でヒット数を上げなかった場合は1分で終了しました。なのでやっぱりヒット数に応じてっていうところなんでしょうね。ではまず、500ヒット与えてみてどれぐらいの時間なのかを見てみましょうか。500ヒット、なんかね、1000ヒット与えるとあのゲージがぴょこってちょっと増えるような気がするんだよね。まあ、とりあえず500ヒットを目指してやってみます。いきます。これ意外と敵がここ少ないな。一応500ヒットまでは頑張ってみましょう。やばい、敵があまり出ない。よし、 OK、 こいつをなんとかお手玉して、 OKOK、 よし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 、継続した。だいたい500ぐらいまでしますね。 OKOKOK、 結構いったな。691、もう700まで、あー、いかんわ。691まで、入れてみました。多分ね、1000ヒットないと変わんないと思うんだよな。そろそろおしまいです。おしまい。だいたい700ヒット、691ヒットでこれぐらいの時間ですね。はい、ちょっと今わかんないですけども、とりあえずこんな感じ で次は1000ヒット与えてみましょう。多分ね、1000ヒットから変わると思うんだ。
それでは1000ヒットを目指してやっていきましょう。いきまーす。多分ね、1000ヒットになるとゲージがね、ぴょこってね、若干増えた気がするのよね。待て待て待て、まだ先に進まれても困るんだ。 OK、 こっちを倒せば大丈夫でしょう。よし、もうちょっと。よし、1000ヒット。1013ヒットだけどね。1000ヒット超えました。さあ、これでどれぐらい変わるんでしょうか。多分1000ヒット超えれば確実に変わってると思うんだよね。さあ、どれぐらいか楽しみだね。でもこのヒット数を1000超えるのを何度も繰り返すってなかなか場所によっては難しいところあるよね。 OK、 そろそろおしまいです。はい、おしまいです。テンションアップを入れて1000ヒット与えるとこれぐらいの時間です。ちょっと、編集の時に確認しますね。それでは続いて、スキルが重複するかを見ていきましょう。テンションアップと踏ん張り2つ入れてます。で、ちょっと今確認してみたんですけども、テンションアップ1000ヒットすると2秒増えるみたいね。1000ヒットで2秒、なんか微妙だな。でもまあ1万ヒットすれば20秒ってことでしょ。でも1万ヒット長えぞ。まあとりあえず、重複するか見てみましょう。踏ん張りが、だいたい18秒、プラス1000ヒットで、テンションアップが2秒、まあ20秒増えればいいってことか。はい、では本気バーストして1000ヒットやってみますね。いや、もうちょっとね、あのテンションアップの効果がすごいかと思いきや、そうでもなかったね。あのちょっと驚いてる。 OK、 はい、1000ヒットした。1089ヒットです。で、これで多分1分21秒とかそれぐらいまで長引くんじゃない、おそらくね。多分それぐらいだとは思うんですけども、いや、でもね、テンションアップが意外と秒数伸びなかったのがショックだな。なんかやってる時に、あ、意外と長くなるなっていう体感はあったんですよ。でも、そうか、1000ヒットに2秒か。あ、もしかすると2000ヒットいくと、もうちょっと秒数が伸びる可能性もあるよね。まあ、それもちょっと後で見てみましょうか。そうね、5000ヒットぐらいしてみましょうか。普通だったら5000ヒットで、10秒伸びるけども、まあそれをちょっと調べてみましょう。お、終わりまーす。はい、テンションアップと踏ん張りで1000ヒット出した時が、これです。はい、重複してるかどうかは編集でわかりますね。それでは最後にもう一つ検証してみようと思います。テンションアップで5000ヒット出してみます。そうすると、さっきの感じだと1000ヒットに2秒ずつ、10秒プラスですけども、5000ヒットだったらどうなるのか、はい、見てみましょう。いきます。これ秒数じゃないや、ヒット数が上がれば上がるほど秒数の増加が大きくなっていけばめちゃ強いよね。 OK、 ここ結構敵多いのでヒット数出しやすいです。変な森だな。 OK、 動いているみたいだけど入って大丈夫？3000、これで4000。やば、敵ちょっと少ない。こんなことで僕を閉じ込めたつもりか。5000いった。5400、5400ぐらいです。この調子で一人も逃がすんじゃないよ。いや、まだまだ秒数は残ってますね。いや、なんかすっげえ増えてない？なんかすっごい増えたような気がするんですけども、俺の勘違いか、わかんない。
まあ、とりあえず、5000ヒット出したら、結構伸びました。秒数はちょっと編集でね、ストップウォッチつけて見てみましょう。いや、伸びたな。いや、次ちょっとすいません、長くなるんだけども、終わりね。1万ヒットでも試してみましょうか。1万ヒットもうちょっと伸びる気がするぞ、これ。それでは1万ヒット行ってみましょうが、さすがに全然違うでしょう。5000ヒットでも結構違ったよね。うん、やっぱりヒット数によって時間は延長どんどんされていくっぽいです。でもそうね、1万ヒットとかはある程度頑張らないと出ないよね。うん、そこまで現実的ではないかもしれないけども、まあまあ頑張ってずっといけば僕を閉じ込めたつもりか。あ、でも確かに本気バーストのゲージがそんなに減らないし、1000秒ごとに増える長さも若干長くなってる気がする。 OK 1万いったっしょ。1万500ぐらい、うん、どう？結構長くなってると思うんですけども、うん、あ、でも確かにね、1000ヒットごとにゲージが若干回復してんのよね。その回復がヒット数を重ねるごとに目に見えて回復するような気はします。うん、気がするだけか分かんない。はい、終了。こんな感じでした。ではちょっと見てみますね。編集をしてどれぐらい変わった。それでは結果発表いきたいと思います。まずスキルなしで本気バーストは1分間継続します。1分ですね。で、これに踏ん張りを入れると1分18秒になるみたいです。18秒増えますね。で、テンションアップと踏ん張りは重複します。する、うん、両方入れて、全然大丈夫みたいです。で、テンションアップの秒数の伸び方がちょっと謎で、1000ヒットした時は2秒間、継続しました。2秒間増えた。で、5000ヒットした時が23秒長くなったのよね。23秒、これは結構でかいと思う。で、1万ヒットすると33秒、うん、5000ヒットから、1万ヒットの間に10秒間しか増えてないんですよね。うん、この増え方がちょっと謎なんですけども、5000ヒットを繰り返していけば結構長くなると思います。うん、うまくいくと本気バーストの時間が2分半とか3分近くぐらい、長持ちするかと思います。ちょっと謎が残った感じですけども、検証結果こんな感じでした。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。